3、2、1、ゴー！すごい！カイ君の、せーの、カイドモーイ！うわー、びっくりした。お尻浮いてびっくりした。ね、今この収録する前に、はい、ね、あの東京ドームシティ の、 あの、ね、遊園地というかアトラクションの話をしたのをまず取り入れましたね、すぐに。はい、フリーホールの気持ちで、はい、フリーホールの、フリーホール怖くて私も乗れないの。あ、絶叫マシン系は全体的にダメですか？そうね、夢の国ぐらいまでかな。あ、夢の国。だから富士急とか行ったことないんですよ。あ、ドドンパとか。そう、乗ったことないんですよ。だからちょっと乗ってみたい気持ちもあるけど怖くて。それ乗ってダメだったんじゃなくて、乗る前からちょっと私見たなっていう感じが、あの、乗らず怖い、乗らず怖いって言うんだっけ、気は嫌い、食わず嫌い、食わず嫌いみたいな、乗らず嫌いですね。うん、一回小さい頃乗った記憶あるんだけど、すんごいお尻浮いてさ、まあそれ無重力になっちゃいますから、うもう、もう今手汗半端ないですもん。あ、想像しただけで、うん、っていう、チラチラチラじゃないです。僕もダメですよっていう。乗ります？一緒に。僕はいいです。誰かけうです。ね、あの前回は高田文夫先生に出てもらって、はい、今回かけふさんってことは、でも松村邦弘さんのモノマネデパートリーから全部そっから来てるんですね、はい、ありがとうございます。非常に面白いですね。あ、ありがとうございます。いや、体もすごい絶賛していただける。はい、初場所ということで、これはお相撲だね。そうですね、お相撲ですね。注目 の、 あの力士とかいますか？好きな、まあ歴代とか印象に残ってる力士さんとか。小錦さん。小錦さん、うん、今ハワイにいるんでしょ。どういるのか。でもなんかナックファイルで番組やってますよね。じゃあいます。わかんないですけど、なんかタイムテーブルに載ってた気がしますけど。あれ、はい、僕あのこの間借りてみた DVD、 あの旅猿っていうの見たんですけど、はい、その時にハワイ行った時に小錦さんがいたよ。まあちょっと小錦さんの情報はわかんないですけど、僕あの昔、僕本名小西なんで、よくあの あだ名が小錦って言われてましたけど。小錦だ。小錦じゃない。コニさん、コニさんなんで、コニシキって呼ばれてた時代はありましたね。確かに、相撲取りっぽいですもんね。まあ相撲でも得意ですよ。やったことあるんですか？まあ話は長くなりますけど、はい、ケータロウさんっていう、まあ今ね、スナイバーとして著作とかやられてる人に、はがき職人、まあ投稿する人が、うんうん、と相撲で勝負しようっていう企画があって、はいはい、呼ばれて、ケータロウさんに相撲で勝って、確か3万円ぐらいもらいました。すごい。ケータロウさん自腹で、その流れからレコメンという面白い番組にお世話になって、あサッカーを始めた経緯もあるんで、僕の話はあれなんですけど、じゃあ、あれ私言いましたっけ、俳句。いや、これからです。じゃあ初場所で一句お願いします。初場所で私がするのはジャンプかな。ありがとうございます。はい、ちょっと相撲もあるんですけど、はい、私の初場所は初めての場所ということなので、はい、年明け早々私がしたことは、ジャンプでした。家族でやるって言ってましたね。はい、毎年。で、今年はちょっとラジオ局でジャンプしたんですけど、でそれが初場所かな、私の。あのね、スーパーガールズの宮崎里奈さんも、はいはい、同じこと言ってましたよ。家族でジャンプしますって。あ、じゃあ同じだ。多分同じタイミングでしてたんじゃないですか。写真も確か載っけてましたね、あの人。あ、本当に。ツイッターかブログにジャンプしたの、はい、だから、あ、じゃあ宮里とお揃いじゃん。まあ2人、まあ何人かいらっしゃるかわかんないけど、ね、地球上にいなかったってことになります。そうそうそう、空飛んでますよ、はい、みたいな、そういうの毎年やってるんですけど、はい、なんでちょっとニヤニヤしてるんですか。いや、別にニヤニヤ、子供心忘れない素晴らしい年明けの瞬間だなと思って。なんでそんな寂れてるんですか。うん、別にジャンプしたとこでね、地球上にいないわけじゃない。やだやだやだ、これ以上変えたまま。地球上にないならもうね。皆さんいつもチャンネル登録本当にありがとうございます。ないとこで。コメントも毎日毎日いろいろ酸素も酵素も出していきたいと思いますので、水素カーも来年発売されるか。ということで、みんなバイバーイ。地球にはいます。酸素、水素、酵素、ニーソ。ニーソ。いや、それ急に違いますよね。